ベルジアンシェパードドッグラケノアベルジアンシェパードドッグラケノアとは、ベルギー原産の牧羊犬種である。ベルジアンシェパードドッグの愛好家などからは単にラケノアと呼ばれることもある。もともとは、ベルジアンシェパードドッググローネンである、ベルジアンシェパードドッグタービュレン、ベルジアンシェパードドッグマリノアと同一犬種と見られ、ベルジアンシェパードドッグとして一から下にまとめられていた。 19世紀になるとこれらの主な刺激であった木羊が機械化されてしまったことにより仕事が減り絶滅の危機に瀕してしまったそのためこれらを研究保護するためのプロジェクトが発足しベルギー国内のどの地域に何頭のベルジアンシェパードドッグが生き残っているか調査が行われたこの調査の目的はスタンダードの確立統一を図ることではあったが 地域ごとと4タイプに分化していて、それぞれが、はっきりと犬種として認識できるほどの特徴を備えていたため、それぞれ別の犬種クラブが建てられて、ブリーディングが行われるようになった。ラケノアは、霊犬世地方原産のベルジアンシェパードドッグで、主に羊の誘導をする牧羊犬として使われていた。コートの耐久性は、 ベルジアンシェパードドッグの中で最も高く、雨風や雪、砂嵐、やぶ、さらには、野犬の牙をしのぐことができるほど丈夫である。警戒心がやや強めであるのは、副業として、羊を、泥棒や野犬から守る森畜犬として使われていた、ことの名残である。ラケノアは、元より希少種で、ベルジアンシェパードドッグの中で、最も頭数が少ない犬種でもある。 現在多くは小ドッグとして飼育されていて実用犬やペットとして飼われているものは稀である。原産地よりもオランダで多く飼育されている犬種で世界中のラケノアの90%はそこで飼われている。その他の国では非常に珍しい。日本でもかなり珍しい犬種の一つで他のベルジアンシェパードドッグは毎年度国内登録があるがラケノアは 数年に一回しか登録が行われない。2007年度の国内登録等数順位は144位中139位で、2009年度は国内登録が行われなかった。ちょっと変わったコートを持つベルジアンシェパードドッグである。コートは巻毛のワイヤーコートで、毛色はフォーンで顔にブラックマスクがあるものも多い。混ずると、足は長く、体は、 筋肉質で引き締まっている。耳は立ち耳、尾はふさふさしたサーベル型のタレを、尾にもくるくるした飾り毛が生えている。体高56から66センチメートル、体重27.5から28.5キログラムの大型犬で、性格は明るくおとなしく、忍耐力があるが、やや警戒心が強い。しつけの飲み込みと状況判断力が良く、子供や他の犬と、 仲良くすることもできる。身体能力が高く、運動量は多めである。ありがとうございます。